はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第142回でございます。で、今回テーマがテスト勉強についてです。で、下が2週間前に終わらせるっていうのと、努力はダサいっていうので話していきます。まあ、今回テーマすごい分かりやすいねものだと思うんですけど、本題に入る前に前回のダラダラジオのことちょっと話させてもらいたくって、前回自分の奥さんがね、こう出産しまして2人目の、ね、子供が生まれたんですけど、ツイッターでもたくさんもらってましたけど、メールとかあとそのコメント欄とかですごいあったかいコメントをたくさんいただきまして、本当にありがとうございました。やっぱ嬉しいです。はい、素直に嬉しくて、本当一層頑張ろうっていう気持ちにさせてもらいましたので、その時も喋りましたけど、動画を撮ることしかできないので、一本一本これからも丁寧に撮っていきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。で、今回のテーマ、テスト勉強についてなんですけど、おそらく、自分がね、身近なのところは2学期生、2期生なんですよ。前期後期なんで。テストまだだったりするんですけど、多分3学期生のところは終わってるかもしれないんだよね。だから、もしかしたら、いや、遅いし、みたいな、風に思わせちゃうかもしれないんだけど、実はちゃんとそれも意図があって、今回、まあ、中学校1年生の子が特にね、メインターゲットとして喋るんだけど、テスト勉強の仕方って、もちろんそれぞれ、特にまあ中2、中3とか高校生だったら、テスト何回も受けてるんで、それなりにみんなあると思うんですよ。だからそれはそれで構わないんですが、テスト勉強するときの、まあ、ポイントというか、こういうの考えたらいいよとか、こういう風にしてったらいいよっていうのをちょっと喋っていこうと思いますので、まあ、何かしら一個、あ、なるほどって思ってもらえたら、個人的には嬉しいです。はい。なんか引っかかったらいいなと思うんですけど、ちょっとね、よかったら聞いてみてください。で、まずですね、テスト勉強で、さっきも言ったように、初めて、中学校1年生の子は、この前期とか、1学期の中間テストとか、中学校ね、入って初めてのテストになると。で、テスト勉強の仕方がわかりませんっていうのは、基本的に、塾講師やってる時の感覚ですけど、最初のテスト終わってから相談に来る方が多い。で、なぜかっていうと、小学校の時のテストっていうのは基本的に乗り切れて、乗り切れなかった子もいるかもしれないけど、乗り切れてこれるんだよね。それは普段の宿題とか授業を受けていればある程度できるレベルに設定されてるの。小学校のテストっていうのは。けれど、中学校に入ったら平均点もガクって下がるし。なぜなら成績をこのよくできましたとかそういう段階ではなくて5段階評価でしっかりつけなきゃいけないから、先生も平均で50点ぐらいまで落とすんだよね、ちゃんと。そういうテストを作ってくるから。だから、ほとんどの子が感じるの。難しくなったっていうテストが。で、できなくなった。で、一番大事なこととして、そのね、確かに中学校のテスト、一番最初こける子が多いです、結構。まあもちろん、最初って英語がまだアルファベット書くだけとか、I am とか you are だけだったりとか、数学も、政府の計算とかだけだったり、文字が入ってこないとこが多いので、簡単なんだよね、まだ。だから、意外といけちゃう子もいるんですけど、やっぱテストっていうのはね、特にこう先輩の方々、中2、中3とか高校生の方は実感してきたと思いますけど、やっぱり当然難しくなっていくんだよね、テストっていうのは。そうすると、どっかで追いつけなくなる。タイミングが出てきてしまうかもしれない。のね。で、それにあたって、今回はね、こけない子が多いかもしれないけど、次回以降、テスト勉強でなんか困ることがあるときに、困ってしまうかもしれないときに、あ、こういうこと気をつけたらいいんだとか、こういうことを意識したらいいんだっていうのをちょっと感じてほしくって、ちょっと喋ります。で、今回喋ることは完全に個人的な意見と、自分が身近で、こう教えてきた生徒の、その学校の、スタイルの話をするので、あれ、うちの学校全然そういうのじゃないんだけど、っていう子も多いと思います。それは本当にごめんなさい。先に謝っておきます。いいかな？で、まずですね、テスト範囲。で、配られると思うんです。ほとんどの学校で。学校の先生がこうやって、なんとかやっとけよ。なんかよくさ、ワークとかさ、ノート提出の日とかも書いてあるけど、どこどこやっておいてください。ワーク、P3 から P24 までとか、あるじゃないですか。で、その、よくテスト勉強を始めるのが、テスト2週間前ぐらいにテスト内に配られるんで、配られてからテスト勉強するものって思ってる方が多いんですよ。でもこれ実は違くって、で、今回、そのサブテーマのとこに書いた、2週間前に終わらせるっていうのは、テスト範囲のとこのワークとかは2週間前まで終わらせます、基本的に。自分はね、自分の生徒だったら。で、これはですね、塾に行ってるとか、そういう助言が多少入るんです。なぜかっていうと、
学校の先生ってやっぱ今忙しいのでめちゃくちゃ。そのね、結構直前までテストアイ終わらないことが多いんですよ。だから、学校でやってないところを2週間前までに終わらせるっていうのはちょっと難しい。特に自分で学習と勉強するだけの子は。塾とかだったら先取り学習してくれるんで、ね、そこやってるってことが多いんですけど、そこちょっと差が出ちゃってごめんね。でも、基本的に2週間前まで終わらせると、2週間前までに。ワークとかは終わらせるの。でも、いやいやいや、テスト範囲わかんないしって言われるんですけど、これ一個ポイントがあって、基本的にテスト範囲っていうのは前回のテストの最後から始まります。そこを重複しない、基本的に。例えば前回のテスト、まあ、中間期末どっちでもいいです。前回のテスト、教科書40ページまで範囲でした。40ページね。なのに次のテスト25ページからスタートとかほとんどないんです。ほとんど40ページから始まるから、また続いていくから。ってことは、これもね、テスト範囲は捨てちゃダメだよ。そう、テスト範囲捨てちゃダメなんだけど、を取っておいて、あ、前回ここまでが範囲だったんだよな。じゃあ、次はこっからスタートなんだっていう、スタートはわかるから。基本的に。で、そっから勉強していくの。じゃあ、終わりはどうするって、終わりはちょっと予想しなきゃいけなくなるんだけど、例えば、テストの日程っていうのは年間予定で決まってます。基本的に。だから年間予定表で次のテストが7月何日とか6月何日ってことは分かるんです、先に。ってことは6月何日って分かってたら2週間前ぐらいにテスト内が出ることも分かるじゃないですか。そうすると、じゃあもちろん1ヶ月前から予想は厳しくても、じゃあテスト2週間前3週間前になった時に、あ、このペースだとこの辺までがテスト範囲かなっていうのを予想してみるといい。で、そのところまではワークを進めていこうってやっていったり、前からね。で、もちろん予想した範囲やってしまって、もしかしたら、じゃあワークの50ページまでやったのに、テスト範囲が45ページまでだったかもしれない。あー、5ページ余計にやっちゃったよ。超無駄した。っていうことはないじゃん。だって、一生懸命頑張ろうと思って、その勉強したこと、もちろんテスト範囲には入んなかったけど、その頑張ったこと俺は無駄じゃないと思うんだよね。みんなが、多くの方ね、多くの子供が、子がね、2週間前からテスト範囲配られてから頑張ろうとか、いや、そこから頑張ってもいい方だよね。テスト1週間前とか5日前から始める子が多い中で、2週間前までに自分で計画を立てて先取りでやったんだよ。もうその意識だけでも十分もね、うお、拍手ですよ、もう。自分からしてみたら。で、最近ちょっと話を戻すと、テスト範囲がじゃあ多少ね、終わりの部分はずれるかもしれないけど、でもそこまででワークをやっておいたら、じゃあいざテスト範囲が出ましたってなった時に、じゃあもしかしたらプリントから出るよとかいろいろ書いてあるかもしれない、資料集からって、そっちの勉強の時間を避けますよね。で、しかもそのワークをやるときにすごい大事なことがあって、間違った問題、もう一回やった方がいいなって思う問題に印をつけます。これはマーカーペンでも何でもいいです。ただちゃんと自分が分かるようにしてください。分かるように、いいかな。で、あともう一個、ちょっと今回その表紙の部分使いますけど、例えばね、これワークをやるときに、本当はね、本当は1回目やるときにワークに直接やらずにノートとかにやってもらえるとやりやすいっちゃやりやすいです。そうすると繰り返し学習ができるんで。ただこれをやっちゃうとですね、例えば1回目ノートにやるじゃないですか。で、2回目ワーク提出がきっとあるんで、ワークにやんなきゃいけないでしょ。その時2回目ワークにやると、意外とね、やっぱ書くっていうのは時間がかかるんで、2回目ね、1回目よりは時間かかんないよ。ね、1回勉強してるから。かからないけども、時間がかかっちゃうんで、他の勉強に時間が割けなくなる可能性が出てくる。で、ワーク終わらせなきゃっていう焦りも出てくるんで、ちょっとそこのバランスは難しいので、もし先にワークをやっておきたいなという子は、ワークに書き込んじゃっていいです。1回目。ただし、じゃあね、どうしようかな。ここに、いや、このちょっと指で出なくてね、こうやって、今問題が載ってると思ってください。じゃあ、このテスト勉強についてって部分が、ちょっと数学ね、数学の問題文です。で、この部分が回答だと思ってください、ここ。自分で書いた回答ね。で、丸とか書いてあるの。で、その時に、例えばさ、じゃあ計算が必要だったりする時もあるじゃないですか。で、ちょっと紙を出そうかな。まあ、普通にワークやってたらさ、計算とかこの辺に書きたくなりますよね。こうやって空いてるとこに。なんですけど、例えば、2回勉強するときは、この答えを書いてる分を隠したいんだよ。見ながらやったら意味がないので。だから、理想としては、こういう感じで、紙で隠しながら勉強したい。1回目解いたとき。
でももしこの辺とかに計算をしてしまうとそれ隠せなくなっちゃうでしょ。そこにヒントが出てしまう。だって2回目やり直したいってことは1回目ちょっと間違ったりミスをしてるから、さらにそのヒントとか出しちゃダメなんだよ、自分のためにもね。であれば2回目勉強することを意図して隠しやすいようにこの辺に計算を載せないの。ちゃんとこの枠に埋める。でもちろん入りきらないとかそういう問題も出てくるけども、ちょっと2回目隠して勉強するときに、あ、ここに書いておくとちょっとまずいなとか、そういうのを意識しながらやるといいです。でこれはね、最初に言うとめんどくさいしわけわかんないって言われることも多いんですけど、慣れたらそんなに難しくないから。これはそう、さらに効率いいよ。だってたまにそれをやって2回目勉強するときに計算載ってるから全部消しゴムで消す子とかもいるので、そっちのがめんどくさい、時間かかるし。そうだったら1回目書く場所を工夫してここに書くと2回目繰り返し勉強しにくいなみたいなのを意識しながらやるといいです。そう、何度も言うけどテスト勉強の時にワークは繰り返しやる。でも全部を2回やるんじゃなくって、あ、これミスったなとか、そう、これはもう1回やった方がいいなって、そう、ちょっとヒント見ちゃったしなみたいなのがあったら、その印をつけた問題だけ2回目やるみたいなスタイルで勉強するといいです。それを実際にテスト範囲が出てから始めればいい。そしたら余裕で間に合うから、テスト勉強っていうのは、っていうのを意識してみるといいです。これすごく大事です。塾講師の時に、まあ、本当自分のね、担当生徒にやらせてましたけど、まあ、もちろんうまくはいかないです、最初。慣れないので。うまくはいかないですけど、確実にテスト2週間前、テスト範囲が出てからの時間の取り方は楽になります。いろんな科目ができる。特に期末テストとかは、副教科が入ってくるでしょ？体育とか美術とか音楽とかが。あっちにも時間が割けるようになるので、もし、ちょっと興味があったらやってみてください。で、ちょっと長くね、ちょっと熱弁しちゃいましたけど、あともう一個だけ。テストっていうのは、まあテスト勉強についてって話をしましたけど、テストが返ってきてからが勝負です。本当に実力をつけたいんだったらテストのやり直しは絶対しましょう。はい。これを定期テストを取るためだから、だけだったらいいです。別に。定期テスト取れてれば忘れちゃっても構わないし、みたいな感じの子だったら無理はさせません。させないですが、結局受験勉強がやってきます。受験勉強っていうのは、中1、中2、中3。まあもちろん、で、大学受験だったら、高1、高2、高3ですね、基本的に。全部出ます。中1は出ないとかないからね。だから、今、せっかく勉強して覚えたことを、すっからかんに忘れちゃうんだったら、せっかくね、入れたものを抜けないように努力する。で、テストのやり直しっていうのは、基本的に全部やり直す必要はないです。なぜなら、別に100点を、もちろんね、100点を目指してる子は全部やり直してほしいけど、例えば80点を目指してるのに65点でした。じゃあ15点、どこを取れたらよかったのかなって考えるんです。で、まあ、ちょっと数学で例えを出して申し訳ないですけど、間違った問題の中でも簡単な問題、本当にちょっとしたミスで間違った問題もあれば、めちゃくちゃ難しいよこの問題、みたいなのもあるわけだよ。で、その簡単な問題とめちゃくちゃ難しいっていうのはどっちやり直すべきか。それは簡単な方だよね。自分が取りやすい、取れるはずだったのに取れなかった方をやり直していくの。でもそのね、判断が難しい場合は塾の先生とか、あとは学校の先生とかに相談するの。これな、やりな、間違った問題あるんですけど、どこやり直したら私はいいですかって聞いてごらん。学校の先生ね、忙しいからね、いい先生なら対応してくれるんだけど、で、塾の先生は対応してくれるから、それ無視する先生はちょっとね、いろいろ考えた方がいい、ちょっと思いますけど、といった感じです。で、もちろんね、もっと細かいこと、たくさん言いたいことあるんですが、もう14分話してるので、今回はね、ちょっとこの辺にしてみます。で、最後、努力はダサいっていうのをこの書いたんですが、まあ、いただいた相談のことで、本当はね、それをテーマで一個ダラダラ中話そうかとも思ったんですけど、まあ、ちょっとここで喋らせてもらいます。あのですね、この時期、たまに相談もらうんですけど、勉強頑張ってると、まあ、休み時間とか勉強したりとか言うと、キモいとかダサいとかうざいとか言われることがある子が出てくるんだよね。そう、いつも勉強してるね、みたいな。そう、あいつ気持ち悪くないとか言うやつがいるんだよ。難しいことを言いますけど、基本的に無視してください、そんなの。で、なんでかっていうと、努力してる、頑張ってる人をバカにする人なんて、もうね、相手にしなくていいから。で、これね、不思議なんだけど、勉強ってめちゃくちゃそうね、なんだろう、ことが起こるんですよ。運動って起こりにくいの。だってみんな想像してもらっていい？じゃあ中学校、まあ、高校どっちでもいいですけど、みんなの中学校で強い部活があります。野球部、サッカー部、バレー部、何でもいいです。もちろん吹奏楽部でも構わない。その、じゃあ吹奏楽にしようか。
じゃあね、すごいいつも大会行ってると。でね、部活も厳しいと。そこで、めちゃくちゃ休み時間ね、潰して、その楽器の練習をしに行ってる。その子に対してダサいって思うかっていう。自分の休み時間を潰してまで練習しに行ってるんだよ。野球でもいいよ、サッカーでもいい。ね、野球で休み時間潰して素振りしに行ってる。うわ、あいつダッサって。それ言うやついるかもしんないけど、言うやつに対して、何この人おかしくないって感覚を持っててほしいの、できれば。でもそれって勉強も同じだと思うんだよね。だって自分の時間を潰して勉強してるんだよ。努力してるんだよ。できるようになりたくて。そう。だから、確かに多い。特に中学校の方が多いです。そう、勉強頑張ってる人とか。頭をいいやつを気持ち悪いっていう子いるからね、たまにね。もう意味がわからない。自分の中では。そう。まあだからそういう子が出てくるんだけど、基本的には相手にしない。で、それ相手にしないって思ってても凹むんだよね。気持ち悪いって言われたら、それは凹むよ。そう。だから、それでもなんか発散するとかなかったら自分にメール送ってもらっても構わないし、ね、仲いい友達がいたら友達同士で愚痴ってね、発散しても構わないですけど、で、自分はね、ちょっとなかなかメール返せないんで、その発散されてもね、返してあげれないことが多くなっちゃいますけど、まあそれでもなんか、誰から言いたいって思ったら、まあいつでも言いに来てください、本当に。まあ、俺はそういうふうに思ってる人間なので、そう、努力してる奴にダサい奴なんて一人もいないもん。そう、と思う。どの分野でもね。と思っておりますので、そんな感じで。すいません、ちょっといっぱい話しちゃいましたけど。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第142回、テーマ、テスト勉強について、まあ最後ちょっとね、違う話もしてましたけど、喋らせていただきました。で、いつもね、言わせてもらいますが、そのツイッター、ちょっとね、カットにしちゃいましたけど、ツイッターですね、ハイチとある、ひらがなハイチで検索してもらえば出てきますので、もしよかったらね、ちょっとチェックしてもらえたらと思います。で、次回はですね、今日今、13ですね、の金曜に今撮影してるんですが、明日ちょっととあるイベント、まあ、先週もちょっと喋りましたけど、とあるイベントがありまして、まあ、その感想とかを、話せたらいいなぁとは思ってるんですが、まあ、また、ちょっとね、今回その、努力はダサいっていうのは喋っちゃいましたけど、なんか喋りたいテーマとか、まあ、今相談をたくさんもらってるので、メール返せない分、ここでちょっと話せるものは話していこうと思いますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、ちょっと長くなりましたが、今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。それじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。